皆さんこんにちは、10回で覚える数学講座、本日も始めていきます。第4回ですね。第4回の内容は、数英、特に数英の条件付き確率、そしてユークリッドの誤助法を利用した一次不定方程式の解き方を説明します。ではまず1つ目、条件付き確率のポイントです。条件付き確率のポイントとしましては、問題文をしっかり読んでください。これは何度か今までにもポイントとして取り上げたことがありますが、問題文をしっかり読んで、問題を理解しましょう。そして条件付き確率では、事象 A が起こった時の事象 B の条件確率を求めるわけなので、ここの時の事象 A、事象 B がそれぞれ問題文でどこを指しているのかというのをしっかり探してください。これが条件付き確率のポイントです。いつものように例題は記事の方に載っておりますので、そちらを見ながらやってみてください。では次、2つ目、ユークリッドの誤助法を利用した、一次不定方程式の解き方です。このポイントは、余りのある式の書き換えをしっかりできることがポイントです。この余りのある式の書き換えというのは、なかなか覚えてる人は覚えてるんですが、覚えてない人は全く知らないかったりもするので、ここで一度確認しておきます。余りのある式というのは、小学校でやったような A÷B がイコール Q 余り R、 まあ余りとつく式ですね。これは数学になってから、まあ中学入ってからですね、あまり使わなくなったと思うんですが、じゃあどうやって表していけばいいのかというと、 A イコール B かける Q プラス R という式になります。まあ口で言ってても難しい、分かりにくいと思うので、記事の方をよく見て、問題も解きつつ覚えてみてください。本日の、10回で覚える数学講座以上です。次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。